はい、こんにちは。トレーナーの近藤です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、最近ね、話題のテレワークで肩こりとか、首こりが、起きやすくなった。そういった方って多いと思うんですね。そういった方のための、超簡単なキックをご紹介したいと思います。すごく簡単なんで、ぜひ参考になさっていただければと思います。で、まず最初に、こうやって座っていらっしゃると思うんですが、この時に片手を、手の甲を背中につけるイメージ、こう裏返してつけてあげてください。で、この時に、なるべく胸を張ってあげるといいです、ね。こういう風にならないように気をつけてください。こんな感じです。はい。で、この状態から、いいですか、この状態から片手を今度は反対の側の耳の真上に置きます。横から見るとこんな感じですね、はい、で軽く顎を上げます。こんな感じです。よろしいでしょうか、はい、軽く顎を上げた状態でここからこちら側ですね、こちら側にご自分のもう腕の重みだけでゆっくり引いてください、はい、でこの時に決してグイグイ強くやらないでください。いいですね、はい、もうじんわり腕の重みだけで、あと重力だけで伸ばしてみてで、こうやって行うと、おそらくね、首のこの真横が伸びてる、ほぐれてる印象があるはずです。で、これが第一段階ですね。で、この後にですよ。ここから、簡単です。シンプルに軽く顎を引いてあげてください。こんな感じで、こうすると今度は真横が伸びてたのが真後ろ、もしくは斜め後ろにほぐれてる感じが移動してるはずです。こんな感じですね、はい、全然簡単だと思いますで、ぜひご活用なさっていただきたいと思いますし、あと、それぞれの動作を、顎を上げて、まずは手の重みでね、こちら側に引きます。で、20秒以上。で、決してグイグイ伸ばす。で、20秒気持ちいいなと思ったら、思ったらっていうのは変ですが、20秒以上行ったら今度は軽く顎を引いてみる。で、決して強くやらない。絶対強くやらないでください。もう重力とご自分の腕の重みだけで効かせるイメージ。で、その間こちらの手はね、こうやってしっかりロックしていただく。はい、で、胸は軽くこう張っていただくといいと思います。決してこう丸めながらやってもあまり効果がないと思いますので。はい。よろしいでしょうか。ぜひ参考になさっていただければと思います。